はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。2位の岡山ピーターローズ戦、やっていきたいと思います。でですね、今、チームの成績がですね、ぴったり5割、7勝7敗5引き分け、勝ち点26となります。で、ですね、2位の岡山ピーターローズ、これが31点で5点追ってます。で、2位に入れば、NIN の入れ替え戦が行われます。予算の関係上、予算があまり上下するのはどうなのかなと思うんですが、そこら辺考えどころなとこですね。できればまあ3年、もう少し時間をかけて上に上がりたいなとは思っている次第ですが、さあどうするかな。特にこのままでも良さそうな気はするんだけど、藤原もいいですね。千歳を代わりに藤原を、もっとさつきを起用しないといけないな。夏希をキーパーに起用。あとは目田口があって、深澤だけど、広岡を、下に起用ですね。まあ、福山と入れ替えてもいいかもしれません。で、これで、まあ、ちょっと、多いよな。これは7個ですね。ひとまずこれで、行ってみましょう。マークはしない方がいいですね。このまま試合を行いたいと思います。もう5位なのに、やはりホームだと勝ち勝率は高いんですか。まあ意外と差はないのかもしれないですね。さあ、キックオフ、岡山ピーターローズが前半のキックを行います。さあ、早くも？おっと。うまいかす。カット。さらに、藤原。あっと、これは、うまく合わなかった。あっと、危ね。危ね。今は完全に抜けられたわ。向こうが足切れなかっただけ。おっと？おお、危なかった。さて、やばい、これはやばいだろう。取られました。柴崎のヘディングシュート、そしてさあ、おっと、どうだ。なかなか守備が硬いチームですね。
また柴崎。危ない。危ない。なんとか逃れたが、不利は否めない。すぐに、チャージに行きます。簡単に取られますね。すぐに攻めに行きます。おお。点は取られなかったものの、さあ、まだピンチは続く？ここはうまくカットに成功。反対側に出します。あやか。さあ、合わせられた。くるみ。決まりました。同点。あやか。で、くるみに。あやかもなかなかいい仕事します。ノーホイッスル。おっと？おっと、このこぼれ玉は取れない。サツケは取りに行くが、これは、ここで前半終了。でも緑に変えたらちょっと早すぎるかもしれない。7個を投入しましょうか。深沢だから。で、まあ裏から迎えて、7個を投入して、深沢と入れ替える形で、行きましょう。まだ一人しか変えてません。さあ、後半キックオフです。あっと、捉えた。早くもピンチ。おお、疲労感がなんとかした。長子につないだ。藤は抜けたが、さあ、くるみ、なかなか勢いのあるシュート。上原、止めきれなかった。中本、あっと、おお、ピンチが続きます。さあ、彩香に渡って、ミオ、これは外に出ました。と、こちらは、結構、苦しめられてますね。菊池に、交代しましょう。そして、サツキもちょっとやばい。これを緑とチェンジです。おっと、交代が認められない。さあ、誰が来ると、キーパーが、キーパー石坂確保。して上げて、これは小手側が拾われた。おお。おっと、ここはくるみに回った。入った。勝ち越し。
さあ、スタミナ切れが心配されます。残り15分。危ない危ない。カバーピーター・ルーズの方がまだ残ってますからね、スタミナは。おっと、あーっと、と、これ取り切った。これ決めると確率になるが、あーっと、逆に稲森に取られた。取りに行く。ここがうまいんですよね。緑抜けた。シュートは行くか。抜け、すごい。ダメ押しの1点。いや、緑鮮やかです。で、緑渡って再三モーイがチャージしていくんですが、その守備陣を書き切って、と、ここで試合終了です。これをリングで先取点を奪われてしまいます。この前半は再三ピンチが続きます。でも本当に危なかった、再三のピンチ、なかなかの勢い。その流れを断ち切ったのはくるみ彩香のこのセンタリング、芸術的なセンタリングからヘディングで合わせた。さあ、くるみのこれは決まらなかったですね。で、一方中本が真ん中に行くんですが、ここで取るんですが、ディフェンダーが、そして決勝点、ここでうまくつないで、藤原がうまくつないで、くるみに渡って、そのシュート。さらに、試合終了直前、の緑、鮮やかなプレー、そして決定打。ここすごいな。おっと、ボールの支配率はこちらの方は上回ってますね。課題も多くいただきました。これで4位に浮上です。そして初めて今年の試合で勝ちが負けを上回りました。アップロードナイタとはですね、勝ち点5差ですね。変わらなかったかなと思います。野球で言うと 1.5 ゲーム差ですね。まあ、イーダビスタもですね、4勝10敗ですから、で、6引き分けの勝ち点18ですからね。まだまだ実はそんなに差がないのかもしれない。あと8試合ですか。8試合で5点は結構、そうですね、勝ちが上回りました。いけるのかどうか。おっと、ああ、10選手じゃないか。10選手いないですね。はい、というわけでですね、次ですけど、N2 ですか。まあ、練習試合やった方がいいかとは思うんですが、
女性賞を特訓させてですね、いよいよ首位のアスカディアナーと戦いたいと思います。まあチームの全体的な底上げがされてるんで、そのあたりそんなに誰を起用しても差がなくなってきてるのかなとは思います。はい、ではですね、本日はここまでとなります。ゲーム動画でいこうでは、チャンネル登録を者数を増やしたいと考えております。チャンネル登録していただくことで大変力になりますし、モチベーションになります。嬉しく思います。動画タイトル右側にチャンネル登録ボタンありますので、よければ押してください。よろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターをやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。はい、この画面上最後の20秒で関連動画プレイリストを流しますので、そちらもお時間ありましたら見ていただければ嬉しいです。はい、ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。